あの西館商人のことはあとでゆっくりやって差し上げますので、今のことでちょっとはっきりさせたいんですけどね、当時のホスは誰ですか。じゃあ寿延二陣の、はい、今その造流のご本尊造流の時のホスがあるのですか。誰ですか。ちょっと僕分かんないけど年代見なかったから。寛文十二年。ちょ誰です。寛文十二年。どう一時あれです。無事年表持ってるんですから。とりあえずはどうぞ時間あります。そんなことで、やしなくていいだろうよ。いや教えましょう。西暦で何年の。寛文十二年。僕西暦ってよく分かんないですよね。寛文って言われてもね。西暦で何年ですか。無事年表見ればあるでしょう。二点ですよ。天使ね。二十世ですね。はいはい。ね。じゃあその天使のね、うん、これは天使の名前一切出てません。造流主世主は、うん、ね、元主もホスでない。世主もホスでない。さっき言った話で、ね、関連して言うんですよ。そんなこと僕はあんまり問いたくないけども、一つもでもないけども。で、世主じゃないものが造流をして本土の本尊になっていると、うん、いうこと。ホス絶対論じゃなくて。きちっと証明してくださいよ。それは別に日天商人の許可があったかないかってことはどこにも分かんないじゃない。そんなことどこにも分かんないでしょ。今の現存のそんな裏書きだけでは。だからそういうね、断片だけを積み重ねてみても今の寿延日人の発言が全く正当であるってことの論拠になってないって言ってるんです。だからあなた方がそれをずっと言い続ければそれはそれでずっとそれでまあ主張するでしょうよ。まだここの時間ですよ。あなた方の主張すればそれはやってもいいですよ。だけどそれは今言ったいろんな観点から認めないって人にとっては認められないんですと。だからそうしたらばこの歴史の細かいこういう断簡というものは周辺のいろんな証言やいろんな状況から合わせ持って判断しなかったら一辺の断簡だけでは聖者はつかない、是々非々はないってことを言ってるんです。いいですね。寿延日人についてはそういうこと、あなた方が何と証明しても、これは私としてみればこれ全く認められない、うん、それだけのことですよ。認められないのよくわかります。そう、それでお互いだよ。それ逆もそうだってってことです。だから周りに広げましょう。広げましょう、うん、でまとめると、うん、我々は寿延日人の言ってることはね、私未だに主張してるわけですね、うん、ごめんなさい、うん、あなたの主張じゃなくて、うん、それはその根拠に一緒にご本尊に同流してるという間にあったということを証明した、はい、だけどまあ豊さんは、まあ、それは認められないと、うん、たかたかは一人が言ったことであるし、ご本尊一緒に上流したから言ってその根拠にならないと。しかし何の根拠もなく言ったという根拠も出せないと。ただし、うん、言ったということについての内容性についての信憑性については論証はできないけども、しかし、それが悪意を持った、まあ、完全のね、あの根拠のない伝聞かどうかの、証明はできないと。それはいいですね。そしたらここで話を終わるといいですよ、うん、そういうことですね。お互いすればそういうことだ。ここだけを言えばね。そうね、ここだけを言えば少なくとも我々に分かっていただきましたね。まあまあ、どんどん一緒に増流したという相手のことを非難してるんですよということだけ伝えて、はいはい、はい、それはそこはそこに残ってるってのも。ここでこの論題の最後なので簡単にまとめる。1、関門12年日人が新興寺のご本尊の世主として名を連ねたのは26歳、常在寺などで退席寺教学を見学中。2、造仏主義の要望寺観図になるのが元禄2年、日人43歳。3、106家体験記、付録を書いたのは元禄11年以降、日人52歳以降。2を境に1の時期と3の時期では本尊観、修行の方法の考え方が全く違う。2つ、日人は東根元正録に見られるごとく、日清聖人および方便本受領本の日本独自の体積寺を強く蔑視し憎悪していた。1、2の状況から日女が書いた文献は増読思想に偏って自習を正当化するために書かれた文章であるから、日清聖人の自責に対しての歴史的事実を正確に伝えている正資料としては到底採用できない。